決着がつきます。背徳の炎はいかがしましょう。協力を仰いでくれ。後で僕から説明すると。まだ抜けられませんか。難しいね。あのベッドマンという少年、僕と同じタイプのようだ。で、まだ抜けられませんか。難しいね。あのベッドマンという少年、僕と同じタイプのようだ。では時間を稼ぎます。いや、ジャック王を使おう。ジャック王、時期尚早では。慈悲なき刑事の行動も早い。エルフェルトがジャスティスと融合すれば全て終わりだ。わかりました。ではイノに命じます。これで我々の未来も決着がつきます。背徳の炎はいかがしましょう。協力を仰いでくれ。後で僕から説明すると。まだ抜けられませんか。難しいね。あのベッドマンという少年、僕と同じタイプのようだ。では時間を稼ぎます。いや、ジャック王を使おう。ジャック王、時期尚早では。慈悲なき刑事の行動も早い。エルフェルトがジャスティスと融合すれば全て終わりだ。わかりました。ではイノに命じます。
これで我々の未来も決着がつきます。背徳の炎はいかがしましょう。協力を仰いでくれ。後で僕から説明すると。招かれざる者がこの地を踏み荒らそうとしています。我々の過去と未来、慈悲なき啓示は意志を持たないと言われていますが、そのような文化を持たない者にこそ我々は歴史と誇りを持って挑むべきなのです。よくできた話だ。そう思わないか。君の見解は？全人類が慈悲なき啓示との戦争状態に入ったと言えるでしょう。おい、どうなってる。こいつは本当にただ事じゃないぞ。首都からの回答はまだなのか。エルフェルトがジャスティスと融合すれば全部おじゃんなんだぞ。我々に相談もなくアサシン組織を吸収すると。このような事態に陥ったのはその法の番人たる元老院が原因ではないか。もしかして先生、その患者というのは。ここの人たち、みんな見たことない気の流れよ。世界自身が乱れている。吸血鬼、なぜここに。リベンジ。じゃああんたは自分の力が怖くないのか。犬は何もしなきゃただの犬だ。本当に彼が帰るまで動かないつもり。私が一人で行く。ラムコロニーの住民を外出させてはいかん。世界を救え。悪魔、お母さんは悪魔よ。人類はこの木に全てを生産する。今度こそ決着をつける。時は来た。全ての真実を語るその時。ふざけた言い逃れをするな。その結果がどんな様か見てからものを言え。人類は滅びかけ、俺がジャック王を使おう。ジャック王、時期尚早では。なんてことだ。あの男はとんでもない隠し玉を用意していた。彼女は危険だ。エルフェルトがジャスティスと融合すれば全て終わりだ。力を貸せだと？何の冗談だ。今世界に必要なのは希望です。構えたまえ。悪いが本当に手加減はしないよ。揃いも揃ってリベンジマッチ。男の発想ってできないよ。
あんただけは戻すことができない。俺ただ元の時代に戻りたいだけなのに。これは私にしかできない役目。自分を証明する価値己の命以外にあるのか。とりあえず道を開けてもらうぜ。デルを助けに行くんでしょ。私も一緒に行く。やめた方がいい。君は必ず後悔する。お母さんは何を考えているの。見返りなど求めてはいない。人間を知るために人間になった。どうなることかと思った。どうする。俺が敵だとしたら。いたずらしちゃうよ。トリコアトリート。こいつは一つ貸しだぜ。事件の痕跡を調査しに来たのだが、どういうことだ。ケンは私に根鉢以上与えたよ。これで我々の未来も決着がつきます。協力を仰いでくれ。後で僕から説明する。そんなはずはねえ。それが本当だとしたら、お前は、アリアは、そんなバカな話があるか。あいつは本当に勘だけだが、実際頼りになりますよ。ちょっと待ちな。 Here comes a daredevil。 切り捨てごめんだ。Rev 2.
fishing. Digital figure.
Guilty, guilty gear exert rev 2.
dare to enter Soul Black Guy. Online. Who dares to enter the maze? Tutorial.
チュートリアルへようこそ。私はナビゲーターのジャック・オーよ。よろしくね。ここではギルティギアの操作の基本をバッチシ教えちゃうわよ。ゲームを始める前にここでしっかり操作を覚えていってね。それじゃあ早速だけど、まずは移動から覚えてもらいましょう。移動は歩きやジャンプ、ダッシュとかいろいろあるけれど、とりあえず慣れてもらった方が早いわね。ゴールに向かって進みながら、いろいろな移動方法を確認するといいわ。あと、障害物も置いておいたから、それを乗り越えて進むのよ。もう覚えたわね。次は攻撃を覚えましょう。格闘ゲームの基本は移動と攻撃というわけで、サーヴァント君たち出番よ。ここからは私の可愛いサーヴァント君たちや用意した仕掛けがターゲットになるわ。突破して先に進んでみてね。
ここからは攻撃方法を間違えるとお仕置きする子も用意しておいたから、ちゃんと攻撃方法に気をつけるのよ。どのボタンでどの攻撃が出るかしっかり覚えてね。ウェブにハウハネ、ウェブに言わせに行くわよ。ウェブジョブ、覚えるわよ。ここから出てくるサーヴァント君たちはちょっとスペシャルなの。あの子たちは普通に攻撃をしても倒せないわ。サーヴァント君たちの攻撃をガードしたり避けたりして倒せるタイミングを見計らって攻撃を仕掛けてみて。
ギルティギアの醍醐味、ロマンキャンセルを覚えてもらうわ。ロマンキャンセルは画面下部のテンションゲージを使う行動よ。テンションゲージは攻撃をしたり前進したりすることで溜まっていくわ。テンションゲージが 25% から 50% 溜まった状態でパンチ、キック、スラッシュ、ハイスラッシュのいずれか3つを同時に押すとロマンキャンセルを発動できるのよ。今からは特別にテンションゲージが 50% 溜まった状態にしておくから、ロマンキャンセルを活用してサーヴァント君たちを倒してみてちょうだい。ここからはおさらいってことで、いろいろなサーヴァント君たちが出てくるわ。それを倒してみてね。
しましょう。リハウハね。ぐいぐい言わせに行くわよ。ジョブ。くらえ。リハウハね。くらえ。ぐいぐい言わせに行くわよ。早くドローンしましょう。ぐいぐい言わせに行くわよ。リハウハね。グッジョブ。くらえ。早くドローンしましょう。諦めないで。それからこれから。相手はこの私よ。さあ、今まで覚えたすべてを駆使して私を倒してみなさい。チュートリアルは完了よ。もっと詳しく操作を覚えたいなら道場で特訓。早速戦いたい君はアーケードやオンラインロビーに行ってみてね。